はい、どうも。中央大学卒業生、スイムです。いやーす。今回なんですけれども、オスローバッティングセンター、新宿にあるバッティングセンターにね、行ってまいりました。まあ、君たち陰キャはね、家でパソコンやったりゲームばっかりやってるね。全然ね、外で遊ばないだろうけどさ。俺クラスになると、バッティングセンター行っちゃうね。いい当たりだね。我ながら、バッティングうまいね。当たるね。バットに当たってるよ。すごいよね。いや、ちゃんと当たってる。空振りしてないだけでもすごいよね。みんな知ってるかもしれないけど、スイムくんね、野球部ではないんだよ。野球やってたわけじゃないんだけど、結構ね、バッティングうまいよね。やっぱり、経験のなさを、あり余る才能で補ってるのかな。ね、どこかの陰キャがさ、バッティングセンター行ってさ、お金払ってまでね、素振りを楽しんでたけどさ、あれお金の無駄だよね。まあもったいない。陰キャざまって感じですよね。まあぜひバッティングね。うまいバッティング。スイム君の素晴らしさ見ていってくださいよ。おいい当たりだ。ブラボー。素晴らしい。いいね。今、サード抜けたよ。ヒット。いやー、うまいな。当たってんな。結構強い当たりでね。バットに当たってますよ。おお。これ野球経験者じゃないよね。いや、軸がぶれてないよ。体の軸がピシッとしてんね。これ大丈夫かな ?YouTube にアップして。スカウト来ちゃうんじゃないのかな、チップですね。今のはちょっと。2セット目いきました。このバッティングセンターだと、1000円のね、カードを買って3回プレイできます。1回333円ってところですね。ちゃんと当たってんな。333円で1回で20球出るらしいです。数えてる余裕はなかった。多分20球ちゃんと出てます。今のはいい当たりだ。センターまで行ったね。センター取れなかったね。今のもいい当たりだ。いや、もう内野を軽く超えてるよね。もう外野まで届いてるから。いや、これもう野球部としてもね、即戦力ですわ。いや、本当にこれ野球部だったんじゃないのっていうね、そういう疑いかけられちゃうぐらいね、センスを感じますね。なんであんなに捨てハゲはさ、空振りばっかりしてたんだろうね。逆にビビるよね。空振りなんてもったいないでしょって。全然当たってんじゃん、スイム君。すごいバットに当たるよね。これ今のも内野、ショートの頭越えちゃったよ。ショートジャンプしたけど取れなかったよ。いいね。今のもヒットですよ。今のいったね。
余裕のヒットです。いやもう今のショートエラーですよ、ヒットですよ、取りづらいボール今の。いやもうこれピッチャー強襲でしょ。いやこれ余裕ですよ、野球選手として余裕ですよ、まあこれバッティングセンターね、まあさ この場所だと333円で、まあ安いとこ行けばもっと300円とかでできるんじゃないかな。まあ陰キャの君たちさ、この動画を見ている視聴者の陰キャ、キモオタ、クソガリ、クソデブ、もっと運動した方がいいよ。バッティングセンターもね、20球やると結構いい筋トレになるから。で、これ3セットやるとね、ヘロヘロになるね。いや、いい体の運動ですよ。自宅でさ、上限運動ばっかりシコシコしてないでさ、お前ら陰キャ運動しろよ、ほんとに。そんなことだからさ、モテないんだよ。これですよ、いい当たりだよ、もう素晴らしいね。もう特に話すこともねえわ、陰キャのお前ら。毎週1回ぐらいさ、バッティングセンター通ってごらん。クソデブだったらさ、ちょっと痩せると思うよ。クソ狩りだったらさ、ちょっと筋肉つくと思うよ。お前ら YouTube の前で張り付いてちゃダメだからな。はい、じゃあそろそろ動画終わります。ここら辺で、ね、動画終わりますので。終了。